ピエトラローヤはイタリア共和国カンパニア州ベネベント県にある人口約500人の基礎自治体アペニン山麓の水源地で自然保護区が設定されており山岳リゾート地となっているピエトラローヤはマテーゼ山地東部の山麓に位置する中心地の標高は818メートルでこれは県内のコムーネで2番目に高いコムーネで最も標高が低いのは カゾラ地区で最高地点はムトリア山である。北側はモリーゼ州との境界となっており、ムトリア山はコムーネ北西部グアルディアレージャとの境界に位置する。北東にサンタ・クロチェ・ラ峠を越えればセピーノに至る。ムトリア、山南登録は自然保護区に指定されている。ムトリア山とサンタ・クロチェ・ラ峠の間に位置するとれ、バッローニの集落は ティテルノ川の水源地である。ティテルノ川は、ムトリア山麓から流れ出るアクアカルダ川を合わせ、石灰岩質の地層に峡谷を奪って、西のクザーノムトリへと流れ下る。コムーネの北東部に位置するモスキアトゥーロ山は、もう一つの主要河川、トルビド川の水源である。トルビド川は、ピエトラローや本村の東から南をめぐり、クザーノムトリの分離集落、 チビテラルイジーノで、キテルノ川に合流する。隣接コムーネ隣接するコムーネは、以下の通り。カッコ内の CB は、カンポバッソ県所属を示す。ピエトラローヤの集落は、サベリア人ベントリ族の居住地として誕生した。彼らは、アペニン山脈の中南部、マイナルデ山地からマテーゼ山地にかけて暮らし、ボヤーノをその首言うとした。しかしながら、サベリア人は、 ローマ人とのサムニウム戦争に敗れ、ルキウス・コルネリウス・スッラによる殺戮を受け、その後はローマ化政策を受けた上に、集落も1688年6月5日の地震で破壊されたために、サベリア人の痕跡は残っていない。サンニオ地方は、ローマ人以後様々な支配者が交代した。ランゴバルド人、ノルマン人、シュバーベン人、アンジューや、アラゴン人、スペイン人である。 ランゴバルド人のもとではテレシアのガスタルドの管轄下に置かれた。十二世紀から十四世紀にかけては、ノルマン人有力者であるサンフラモンド家の所領となった。その子祖であるラオーネディ・サンフライムンドは、南イタリアを征服したルッチェーロ二世に仕えて、その弟であるライムル法の家臣の一人となった。ピエトラ・ローヤでは、ラオーネの英イさを歌う古い民謡が歌い継がれている。 サンフラモンド家の所領は、チェッレートさんにいた、クザーノムトリ、グアルディアサンフラモンディ、リマートラ、サン、ロレンツォ・マジョーレ、マッサ、ファイキオ、ポンデ、ドゥジェンタに加え、モリーゼのボヤーノと、サンジュリアーノ・デル・サンニョにまたがっていた。サンフラモンド家は、ホーエン・シュタウ・フェンチョウ及びアンジュー・シチリアーサの下で、所領を維持し、ピエトラ・ローや男爵の称号を名乗った。 アラゴン人支配下の1401年、ピエトラローヤは、アリー・フェハク、ゴッフレド・ティ・マルツァーノの手に渡った。15世紀後半、アラゴンのナポリオ・フェルディナンド一世は、オノラートが得た兄に、ピエトラローヤ男爵の称号と共に、現在のピエトラローヤ・トクザーノムトリなどを与えた。その後この領地は、カラファケの手に渡り、カラファケは、モリーゼ側に領地を拡大した。 1806年にナポリオー・ジョゼフ・ボナパルトが王国内の封建支配を廃止するまでカラファケは称号と領地を継承した。1860年に領シチリア王国にジュゼッペ・ガリバルデが進軍する。その領土はサルデーニャ王国に編入されて1861年3月のイタリア王国建国に至るが、 両シチリア王国最後の国王フランチェスコ2世は1861年2月まで抵抗を続けた。ピエトラローヤはブルボン朝勢力の中心地であった。イタリア統一後もクアルディアルエージャ、セピーノ、カンポバッソ、クザーノムトリと共にピエトラローヤはマテーゼ産地の山賊の拠点であった。ピエトラローヤは1861年にチビテ・ラルイジーノを襲撃した。 ガブリエレ・バーオーネの活動の中心地であり、これに対するイタリア王国警備隊の拠点であった。山賊たちは山中のロープ図体に降りなければ到達できない洞窟に難航不落の基地を構えた。1863年12年、警備隊はこれら山賊の拠点を包囲し、身の安全を約束して投降させた。しかし約束は守られず、彼らは アリア・デラ・コルテの集落で射殺された。ピエトラ・ローヤからは多数の移民が流出した。その行き先は主にアメリカ合衆国であったが、第二次世界大戦後は来た、中央ヨーロッパに移った。採石場があるが産業は振るわず、人口流出に歯止めをかけるには至っていない。ありがとうございます。